夜の合間を縫うように走る電車の中ゆらり、後ろ向きに流れる景色を一人座って見ていた見ていた。昼下がりの日差しは夕日のオレンジ色に染まって、灰色の空に押しつぶされていく。その最後の光を惜しむように目で追いかけたのは今日でバイバイだから。明日を捨てるために飛び出した飛び込もう、片道分の切符で行けるどこまで行くの。どこにも居場所なんてない私をこのまま寄る。